はい、6月30日最後の相場解説になります。また明日からね、月が変わって、月足の方から見ていく相場解説になりますけども、今日はどうでしょうか。バイを取るために今ちょっとね静かにしてるところなんですけども、反転してバイの方に向かった時、そこがエントリーのしどころですからね。それではその辺も絡めて見ていきましょう。どうぞ。これがね日足なんですけども、日足はご覧のように上昇トレンドを書いてますよね。チャンネルラインをこうやって綺麗に引きますね。このチャンネルラインを引いたのが、私はこの辺りだったと思いますよ。この辺りね、この辺りから分かるから自信を持ってエントリーできるんですよね。で、今バイでエントリーしてるところなんで、まあ一応ねセルでエントリーできないことはないんですけども、主にはバイで取っていくって形で、今ちょっとね青い線が出て陰線になってるところですけども、ここではまあ待っているって感じですかね。これ振り替わってバイに入った時にエントリーします。移動平均線も上の方に向けて開いてますね。いいですね。では4時間見ていきましょうか。4時間になりますと、この高値切り上げ安値切り上げが顕著です。まあですので、少なくとももう一歩ね、もう一歩降りてきたところで、一番のタイミングがここでバイに入るところなんですけども、この3つの3本線が絡んで移動平均線のね、ここと似たような形になって反転していくと思うんですよね。そこを狙います。だから今日中にエントリーできるかな、どうかなってところですね。1時間を見ていきましょう。水曜日なんでね、エントリーするにはなかなかうってつけの日だと思うんですけどもね、まあまあいいところですね。まあまあもう倍に入ってもいいかなって感じがするな。もう一歩待ちましょうか。おそらくねこれまあ100、そうですね、ここで反転が起きてますからね、この辺りで。ですので110円の440から475で倍でエントリーすればいいのかな。もうちょっと待つかな。ちょっと悩みどころですね。110円の440から475あたりの反転はそれほど大きく上昇しないような、そんな感じですね。もう一歩かな、ちょっと正確なねエントリーポイントが今申し上げられなくて辛いんですけども、まあ110円の405割った割らないか割るかどうかってところで反転するんじゃないですかね。ちょっとこの辺曖昧になってきますけどもね。まあそれを正確に期するためにも、今日の相場はちょっと何回か見に来ないといけないですね。で、場合によっては今日午後から明日の午前中に倍に入るタイミングが来るんではないかなと思います。じゃあ週の真ん中水曜日、そして重要な木曜日と、この2日間で利益取っていきますよ。では失礼します。